イコーナポップは2009年にスウェーデンのストックホルムにて結成された二人組の歌手。キャロライン・キエルトとアイノ・ジャオーによって構成されている。キャロラインとアイノは2009年2月にパーティーで出会い、デュオを結成した。その4週間後には初ライブに向けて楽曲を書き始めたという。2012年、ピースラブにて2012年5月、シングル。 I Love It を発売し、8月には EP Iconic を発売、11月にはアルバム i c o n ポ Pop を発売した。すべての作品がスウェーデンのチャート上にランクインしたほか、I Love It はアメリカ合衆国で7位、Iconic も171位を記録した。また、I Love It には数々のタイアップがあり、日本でも サムスンギャラクシー S4 などの CM ソングになった。2013年6月にシングル、ガールフレンド、7月に、オールナイトを発売、また、9月には、This is アイコナポップが発売、アメリカイギリススペインなどのアルバムチャートでランクイン。その後、マイリー・サイラスや、ケイティ・ペリー、ワンダイレクションなど、多くのトップアーティストのツアーのサポートを経て、約1年ぶりの新曲。 ゲットロストを発表、本国スウェーデンのチャートで58位を記録。2015年に入ると、東京スウェーデンの人気歌手、エリック・ハッスルを客演に迎えた、エマージェンシーをリリースすると、スウェーデンチャートで最高位19位を記録し、プラチナム認定、また、アメリカのビルボードダンスチャートでは、オールナイトに続き2度目の1位を獲得し、スマッシュヒットとなった。この曲アートに、 その挿入歌でも有名な人気ゲームソフト、FIFA16 の中で使用された。2016年には、スウェーデンのグラミー賞と言われる、グラミスの開会式で、新曲、サムワン、フーキャンダンスを、同じくスウェーデンの人気歌手であり、レーベルメイトのザララーソンとエリファントと共に、パフォーマンスした、スタジオアルバム、ありがとうございます。